こんにちは、マックワタンです。合いびき肉を使ってビビンバ作っていきます。使用するキムチは自家製です。以前の動画でキムチの作り方も紹介しているので、よろしければ。まずはナムル、細切りにカットした人参を茹でます。人参はくったりするぐらいまで 3,4 分茹でれば OK ですね。ザルにあけて冷ましておきます。もやしも茹でます。沸騰したお湯で1分ぐらいさっと火を通せば OK ですね。こちらもザルにあけて冷やします。軽く流水で冷やしたもやしはペーパーで水気を拭き取ります。人参も同様に水気を拭き取っておきます。味付けをします。もやしはニンニクおろし、塩、ごま油、こちらで全体を混ぜ合わせます。続いて人参、塩、ごま油、醤油、こちらを混ぜ合わせます。素材によって少し味付けを変えています。こちらは冷凍のボイルほうれん草、解凍して水気を切ってあります。塩、ごま油、醤油、砂糖、塩分調整は味見をしながらやってみてください。最初から塩を入れすぎないようにしてください。続いて温泉卵、沸騰したお湯に卵を優しく入れ火を止め11分、11分経ったら流水ですぐに冷やします。続いて食べる時にかけるタレです。砂糖、ごま油、水、醤油、コチュジャン。コチュジャンの量はお好みによって大さじ 1.5 から2ぐらいで調整してみてください。混ぜ合わせ、味見をしたら完成です。合いびき肉を焼いていきます。フライパンにサラダ油を敷き温めます。温まったら肉を入れ中火にし、少しだけほぐしたらこのまま 3,4 分動かさずに焼いていきます。片面がだいぶ焼けてきた感じになったらひっくり返します。これぐらいの焼き目がついてれば OK です。仕上がりが香ばしくなります。ここでニンニク、生姜のみじんを入れ全体をほぐし炒めていきます。全体がほぐれたら味付け、コチュジャンを入れ焦がさないように軽く混ぜ、醤油、砂糖を入れ混ぜて炒め合わせていきます。1分ほど炒めてると香ばしい感じになってきます。ここまでずっと中火、最初に肉をしっかり焼き付けたことで仕上がりがこのようにジューシーになります。盛り付けていきましょう。温かいご飯にほうれん草、人参、もやし、お肉、キムチをどん、ごまをふりかけ、温玉をのせて、最後にタレをたっぷりかけてあげて、こちらでひき肉でコクうまビビンバ完成です。おいしそう。今から食べていきます。うん、うん、おいしい。出ました、おいしい。まずはお肉、卵、ご飯でいただきました。お肉が香ばしくてジューシーで卵と絡んでうまい。そこからぐるっと混ぜ混ぜして野菜、キムチとタレと一緒にご飯をかき込むと、口の中が幸せ。シャキシャキした野菜の食感、ごま油の風味たまりません。ってことでここでビールいってしまいます。どうでしょうか。ビールがふむつて、キムチとコチュジャンがあれば簡単にお店の味になります。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上です。Okay.